というところで、アーティザンペアリングス、気さくで付き合いやすいこの職人タイプはどの気質の人とも上手に交際できますと。特に性的な相性が良ければなおさらそうでしょう。しかしそれぞれの組み合わせには長所短所があります。というところで、まずは SP と NF の組み合わせ。 SP と NF なので全く反対の人ですね。はい、理想主義者と職人。一般的にこの職人の刺激的で官能的な面は、理想主義者 NF の熱意とロマンティックな面とうまく合致し、自分たちの快楽主義とはかけ離れたこの理想家の精神性や個人的な倫理観にも SP タイプは興味を持つことができる。バッド、はい、しかしおそらくこの SP タイプ職人はこの理想家の道徳的な繊細さ、個人的精神的な啓発への欲求、何ニヤニヤしてんだよすいません、また職人が時折この人たちを見て空想童話、はい、と呼ぶようなこの心の豊かさの空想の世界に困惑し、またその表現に若干の皮肉さを感じるでしょうと。 SP の発言の空想童話と呼んでる、呼んでる空想童話って言ってる君に対して空想童話ってなんか皮肉を感じてるのかな、こっちが皮肉を感じてるってことですねはい、そうかもしれません、はい、これが SP と NF では、職人と合理主義者ですね、アーティザンとレーショナル、 SP と NT。 SP 型職人はこの合理主義者の実利主義的なところ、理性家は実利主義、気軽さ、道具を愛する姿勢に居心地の良さを感じられますし、でまたこの功利主義者同士、はいはい、図で見ると下の人たちですね、はいはい、この者同士の実際的で戦術的な物事の捉え方とは全く異なるこの合理主義者の理論的な興味にも感銘を受けることができますと。なので先ほどの自然な実利主義、気軽さ、道具を愛する姿勢っていうのは、まあ、NT 主義者もそういうところがあるってことですね、はい、でまた自分たちの実際的で戦術的な物事の捉え方とは全く異なるこの合理主義者の理論的な興味にも感銘を受けることができると、まあ、自分は戦術をやるけど、はいはい、この人はもっと広いフィールドを見て戦略をみたいな、それはとても興味深い、はいうんはい、ただバッと一方で、時として職人はこの合理主義者の広い知識欲に対して根気がなくなってしまうことがある、はいはい、この SP タイプはこの人たちがやってるフィールドに行って、はい、それができるよっていうのをやることがあるみたいな、で結構それがうまくプレイできる、うんうん、それをが根気が続かないと、はいはい、ずっとそれをやり続けるみたいな感じじゃないですか。 NT 研究没頭していくわけですね、はいはい、そこまではみたいな話ですよね。そうで楽しくなさそう、はい、ごめんなさい、 NF から見ると楽しくなさそうですし、例えば自転車だったら、はい、もう組み立ててうまく動けば十分なんですよ。あとはプレイですもんね、はい、だけど NT の人はもっと早く、もっと早く、もっと何かをこう変えたらもっとこうなるんじゃないかみたいなのをずっと研究してそうな正解はないんでしょうね、はいはい、っていうところ、またこの合理主義者の冷静で客観的な精神生活に対して、自分たちの身体的な快楽の才能が何か劣っているかのように感じ、恨み事を言うことがあるかもしれませんと。何か楽しくないのかなって思っちゃうんですかね。劣っているかのように、どっちが劣っているかのように感じる。自分たちの身体的な快楽の才能がと書いてあるので、はい、SP が、SP たちのってことですかね。SP たちの、なるほど。だから NT はもっとすごいように感じるみたいな話じゃないですか。理が立つからですかね、性的にじゃなく、まあそういう弁が立つわけじゃないですかはい、そうすると今性的の話じゃなくて、あ性的な話です、はい、あでも何て言うんでしょう、
メカニズムとかいいんですかっていうことを言われると、はい、あ、劣ってるのかなって、もっとここはこうじゃないとみたいな、そう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 、そういうのを感じるのかなって思いました。そうかもしれない、はい、そこを言われるとねって感じはしますよね。そうですね、教科書持ってこられるとって、はい、はい、なんで、まあいいかやめとこう、はい、すいません。で、SP と SP、 職人と職人、この SP 同士でカップルを組むとかなりうまくいくでしょうと。2人は主に同じ世界、つまり外的な物理的現実の世界に住んでおり、具体的な対象物の言語を共有しています。また楽しさと刺激を愛する子供のような気質も共有しています。旅行、スポーツ、パーティー、服など共通の趣味や活動が多数あるので、他の気質の人とは不可能な仲間として一緒に遊ぶことができますと。ただし2人とも激しく生きて遊びすぎるため相手を食い尽くして飽きてしまう問題がありますと。この2人の職人が空に明るい火を灯し、すぐに燃え尽きて崩れ去るパターンはよく見られますと。で、 SP と SJ、 職人とガーディアン、はい、職人にとって最も安定した満足のいく結婚相手は SJ、 ガーディアンですと。職人と守護者は共に具体的な世界に住んでいるだけではなく、この具体的なというのは言葉がの使い方が具体的ってことですね。はい、まあ、右側、右側、はい、はい。お互いの性質の補完性、これはあの功利主義か協同組合か、はいはい、っていうこの組み合わせが、補完性がそれぞれの気質の欠けた部分を埋めてくれますと。ここにはエネルギッシュで新しい体験への渇望に満ちた冒険好きの職人がおり、一方で社会の確立されたルールや伝統を守る、まさに要塞のような存在の守護者がいますと。多くの点でこの組み合わせは不釣り合いで説明がつかないようにも思えますが、職人が守護者と結婚を選ぶ可能性はかなり高いと。おそらく自分たちの欠けている安定性を求めているのか、人生に欠けている中心を求めているのか、ただ単に世話を焼いてくれる人が必要なのかもしれませんと。理由は何であれ、 SP は他のどの気質よりも SJ と結婚を選ぶのは事実ですと書いてあります、はい、数が多いっていうのはありそうですけど、ね、まあ、それはあるかもしれません、はいはい、マリーちゃんごきげんよう、あ、もう本当に嬉しいなんて言っていただけて嬉しいです、はい、SP と NT は深入りしなければうまくいく気がしますと、はい、でガッて言われると、はい、みんなタイプそうだよってまあ、他のタイプもそうだよって別に他のタイプが違うとは言ってないそっか隊長そう思います、これ読んで、はいはい、ガッて書いてあるんですよ、もうじゃなくて、はい、その SP と NT の話をしていた時、はい、だと思うので、はい、別に他のタイプより合うとは言ってない、うん、NF を仲間発言にするなよって思うんですよはい、そういうわけではないと思うんですよ。で、まあ他のタイプは他のタイプでやり方があるんじゃないかな。僕はあの中学校の時国語4ぐらいだったんですね、はい、そんなに読解力悪くないと思うんですけど感想が入るんじゃないですか。なんですかね、この読解力の低さは。特にね、このこれをやりだして、はい、自分のこの読解力の低さにね唖然とするんですよ。読解力というかあれじゃないですか、自分の思いが強い、自我が捨てきれてない、自我、自分がどう感じたかに全部持っていこうとする感じです。自我を捨てようと言ってるのに、はい、言ってる人が捨ててないって話ですね。申し訳ございません、はい。